なたがしなくてはいけないのは就職です。お、どうした？なんて格好してるんだ、なんて格好してんだ。うん、ないです、うん、ないです、うん、迷子です。何探してんの？どうした？どうしたの？ねえ、どうしたの？あ、ごめん、途中で切っちゃった。挙動不審太郎が折り紙で作った風船ちゃんがないです。どこ行っちゃったんだろうね。あ、それだったら、うん、ちょっと待っててね。あら、なんで知ってんの、なんで知ってんのこれ。あれ持ってったな、これ林長官光雄ちゃん、これ自分の部屋持ってっちゃったな。ほら、持ってきたんじゃないこれ。はい、ほら、風船ちゃん、ほら、持ってっちゃったんだこれ。どこにあったですか？うん、ぺしゃんこになってるです。お、ぺしゃんこになってるって、ほら、なはは、うん、猫パンツぺしゃってなっちゃった。にゃははじゃない、それ泣くよこの子。なっちゃった、ほら勝手に遊んだ。ほら、怒ってる怒ってる、ちょっと なんで勝手に遊んだのってなってるよ。挙動不審太郎が作った、そうだよね、風船ちゃんなのね。ほら、全然反省していないあの表情。おい、ちょっとなんか雰囲気が大丈夫？また作ろうね。いやー、これどうしようかなこれ。大丈夫、また作ろうね、また作ろうね。はいです。あ、ま、ほら、ちょっとほら落ち込んでるじゃん、ほらほら、ま、作ればいい。いや、反省してない、全く反省してない。おいおいおい、ほら違うんだ、そういうことじゃないんだな。うん、しじみの水はあ、これはあー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 、ほらもう大変大変。うわー、おい、もう地獄じゃないよ、地獄に落ちるわよって、もう落ちたわよこんなの。うわ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 、これはやばいって。うわ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 、にゃははじゃないんだよ、にゃははじゃないんだよ。下半身赤いハーフパンツ履いて、上半身裸にネクタイのスタイル、にゃははじゃないんだよそれ。うわうわ、さすがにちょっと落ち込んでたのに怒り始めたよ、ほら。ほら、名前書いてなかった。あら、名前書いとけばいいんだって切り替わる、これ。さすがにないでしょ。あー、まあまあ、ちょっと納得いきませんよね。そうは言うてもってね。また買ってくればいいよ。うん。ね。いや、しじみの味噌汁買うんじゃなくて作ったんじゃないの、これ。ほらほらほら、もう大変じゃないの、こんなの。これから買いに行く？いや、別のだとやっぱダメだよね。しじみの味噌汁だよね、やっぱね。これから買いに行く？うん。ああ、もう無理。どの選択肢でも無理だわ、もう。もうどの選択肢でも無理。お買い物行くときに。何？全然反省してないじゃん。もう全然反省してないじゃん。おい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 。あ、ラッキーの恋だったんだ。うわ！うわ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 。これはもう。いや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 、もう。おい、三つをやばくない？ちょっと。あいつやばいぞ、あいつ。おい、やばくないか、ちょっと。挙動不審太郎、あいつ、ちょっと。元気出して。何かお話ある？いやー、元気出してって言ってもね。ああ。いや、もう落ちてるよ、君は。もうだいぶ落ちてるよ。新しい風船ちゃん。うん。作ってきます、ね。ちょっと一緒に作るか。まあ、一人の方がいいのかな、それは。うん。うわっ！うん。もう優しすぎるじゃないか、ちょっと。あれだけ落ち込んで怒ってたのに。マジで？おいおい、なにこれ？やばくないこれ。え、終わりこれで。おい、これで終わり？おい、君だ、そこの赤いハーフパンツ、上半身裸ネクタイ野郎、そこの君だ。あ、こっちも同じスタイルか。で、クマに会うためには3を出さなきゃいけないんだな。あ、ありゃあ！来た！クマ！クマ来たぞ。楽しいです。うん、散歩する格好ではないんだけど、クマ！なんでちょっとスローになってるの？なんだそのスローの演出。クマの、これでゲージたまんじゃない？これ6になるんじゃないの？いけるんじゃないのこれ。あ、はい、来た！はい、プレゼント、もやっとボール、いつも通り。はい。で、クリアしないと喋んないんだっけ？クリアするか、じゃあ。あ、待って、落ち着いて。今4出したいから。あー、いらっしゃい！さあ、クマ来るか？クマ？あ、来る。あ、そうだよね。着ぐるみが行方不明になってるって、そう、誘拐事件があるって、大変怖い事件が。事件を解決するのは、うん。探検隊です。はいはい。今、着ぐるみが誘拐されてるっていう、すごい怖い事件が起きてるんで、私、猫たちからこの熊の着ぐるみを引っぺがして、上半身裸ネクタイスタイル、下赤いハーフパンツスタイル、変態スタイルで、ちょっと切り替えております。来たよ。はい。いいね。来たよ。うん。パトカーの音か。
君がやるとちょっとなんかチンパンジーみたいだな。遊びじゃないですよ。うん。いなくなった。そうだよね。ちゃんと探して。そうそうそう。ちゃんとね。梅原さん。うん。まずは何をしたらいいと思うで。まずどこら辺でね、このぬいぐるみがいなくなってるんでしょうね。そのいなくなってる現場とかが分かれば、そのあたりをね、見たいですよね。情報を集める、ぬいぐるみ見つけ出す、いや、その見つけ出すために何をしたらいいかっていう話じゃない。真ん中のこの選択肢やばくない？ちょっと情報集めよ。なるほど、うん、情報を集めるですね。まずね、まずどのあたりでやっぱいなくなったかっていう。そう、ぬいぐるみがどこに落ち着いて、うん、そう、それを知るためにどのあたりでいなくなったのかっていう。ぬいぐるみを助けるのが、そうなんだけど、まあそうなんだけど、それがね、最終目的そこだよ。みんなで、そうそうそう、そのためには、じゃあ犯人がね、うん、犯人がどこに現れるかっていう、その傾向とかあると思うから、うん、うん、うん、な、その辺の人たちにいきなり話しかけたらビビられるだろ、これ。連長官密男たちは、うん、近所猫さんたちに聞いてみる。あ、じゃあ分かれてね、そこはね、うん、わかりました。梅原さん、うん、どうした？おお、いいね、いいね、気合入ってる、気合入ってるよ。行ってきますね。うん、言わないんかい、君は言わないんかい。さすがに言わないよね。今クマ思ってるよ、両サイドのこの猫たちどうしたのって思ってるよ。猫たちとクマ友がそれぞれ情報を集めに行って、はい、数時間後結構情報収集してきたね。え、そうだよ、なんで妖怪だと思ったんだよ。わ、妖怪、うん、あ、梅原さん、あ、違う、なんで妖怪だと思ったんだよ。ただいまなんで。おかえり。クマだけまともだな、もう。埋められてるぬいぐるみ。え、埋められてんの、誘拐じゃって埋められてんの。ぬいぐるみちゃん、うん、何、マジで、え、誘拐じゃって埋められてる、生き埋め、おしゃんこしてる人に、うん、あ、本当に、あ、本当、え、助けられてよかった。ぬいぐるみはどうしたの、こっち聞こう。ぬいぐるみは、うん、あ、本当、交番に届けたんだ。警察の方もびっくりするでしょうね。クマとなんか猫がなんか持ってきたからね。みんなちょっと汚れてたけど、うん、無事だったんだ。あ、よかったね。じゃあね、ぬいぐるみを見つけられたのは、うん、犯人は誰なんだろう。はいはいはい、まあちょっと野放しにしておくとね、また同じ犯行を繰り返される可能性あるから。まだ見つかってない、うん、そうだよね、ぬいぐるみちゃんもいるかもです。そうだよね、まだ見つかってない子もいるかもしれないから、まだまだ事件の調査は必要なの、うん、君らなかなかすごいじゃん。お、あー、じゃあこれまたあのクマゲージ貯めないと続編は見られないのか。うわ、ちょっと気になる、これ犯人誰なのかっていうね、まあ、クマ友が犯人の可能性が濃厚ですよ。いや、これだいぶエピソードの続きはね、やばいよ、今雰囲気だいぶやばいから。え、あ、初めての喧嘩と仲直り来ました。これタイトルが出る時と出ない時ってあるけどね、だいぶこの出る時は相当な進展があるんじゃないの。あらら、何これ、どうした。あ、うわ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 、何これ、ビンチョータン三尾ちゃんが紙袋をかぶって何かをしようとしてますね。何これ、何してんの、うん、何やってんの。おう、でどうすんので、それでどうすんの、脅かしに行くのか。お、今脅かしに行ったらやばくないですか、これやばいよ。これだってもう風船も潰してるし、しじみの味噌汁飲み干して、もうすごいね、今不機嫌というか怒ってます。やっぱりあの子怒ってるんですよ。だからこの状態でお化けなのとかで、さすがにもうぶちのめされ、それはぶちのめされちゃう。あ、怖いです、あれ、お化け怖いです。さっきの忘れたのか、もう忘れたのか、先ほどのことは。え、もうなかったことになってる。お、なんだ、なかったことになってる。挙動不審太郎ちゃんを食べちゃうぞ、うん、あ、怖いね、やだやだ、それはやだね、怖がって。お、大泣きしてんの、大泣きしてるってめちゃくちゃ怖がってんじゃん。止めてあげましょうか。だって尻尾出てるよ、やめなさい。なに、尻尾出てるよって何、やめなさい。こっちも泣いちゃうぞ、これ。なんでバレちゃったの。あー、バレた、うん、泣かないね、全然泣かないね。はい、なんでバレちゃったのって。いやいやいや、バッて出てきたら下半身ハーフパンツで上半身裸ネクタイ野郎出てきた、変態じゃないか、こんなの。こんなのおっさんがこのスタイルやってたらもう通報ですよ、こんな。あれ、様子がおかしい、どうした。え、小刻みにプルプル震えてる、泣いてる。どうして挙動不審太郎がお化け嫌いなの知ってて、うん、こんなこ
激横じゃん。しじみの味噌汁飲まれた時より激横なんだけど。めちゃくちゃ怒ってる。さっきのがあったからじゃないのそれ。今まで見たことないくらい怒ってます。お化けの方が怒るんだ。風船潰されてしじみの味噌汁飲み干されたよりもお化けの方が怒るんだね。おうな。楽しいだと思ったんだもん。それは君だけだったんだね。うん。そういうこともあるよね。あ、ほら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 。BGM 止まったぞ、ほら。どうすんだ、BGM 止まったじゃないか。だって、うん、楽しい。もうこの行き違い、ほら。ほら、まあね、お化けでは楽しくはないよね。ほら、とんでもないよ、この雰囲気。BGM 無だよ、今。はい、もっと怒ってそっぽを向いてしまいました。あー、これは大変ですね。備長炭三男ちゃんは困ってまごまごしています。ほう、困りましたね。どうしましょう、どうしましょうね。私がなんかすんのかな、これは。あら、どうした。あら、備長炭三男ちゃんがあなたを呼んでいます。何、どうしたの、どうしたの。とりあえず上切る。太郎慎太郎ちゃんのことを怒らせちゃった。うん、謝りたいよ。うん、なんて言えばいいかな。さっきはごめんねでいいんじゃない。うん、教えてあげ、何、教えてあげるねって何。え、何これ、こっちが教えんのこれ。それ言っといた方がいいわ。やっぱ言いづらいことだから。挙動不慎太郎ちゃんもあなたを呼んでいます。ほう、どうした。怒りすぎちゃったです。あら、仲直りしたいです。まあまあまあね、嫌なことされたんだからね。それはでもね、向こうは知っておいてもらわないといけないけどね。うん、仲直りしたいんだ。挙動不慎太郎ちゃんにも仲直りの言葉を教えてあげました。でどうするんだこれ。どっちから歩み、あ、どっちから、お互い歩み寄った。うわ、2匹が近くにやってきた。どうすんのこれ。どっちから切り出すんだ、どっちからだ。おうおう、タイミング測れない。どっちから切り出すんだ。多分ね、これは三男ちゃんでしょうね。やっぱ張本人っていうか、怒らしちゃったのは三男ちゃんだから。はいはい、タイミングを教えてあげましょう。何それ、ブラックビスケッツ。何、え、一致、え、何、何これ。せーの、じゃあせーの、せーので、はい、せーの、どう、あの、うん、鼻毛出てます。よく言えたね。言いづらいよね、指摘しづらいよね。うん、鼻毛出てます。お互い出ちゃってたんだね、これ。お互い出ちゃってたんだ。はいはいはい、どうした。あなたに教えてもらった言葉を言いながら2匹が頭を下げました。はい、ところがタイミングが合いすぎて頭と頭がごっちんこ。あら、何そのピタゴラスイッチみたいな。うわ、ピタゴラスイッチだね。アルゴリズム体操みたいな。はいはいはい。痛いです。痛いね。あ、これでなんかアハハみたいな感じですか。それで仲直りですか。2匹が頭を押さえて顔を見合わせています。そして、お、どうするの、仲直りした、これで。あ、やったじゃないのよ。はい、えへへにゃふふ。はい、2匹は笑い合っています。そして手を差し出して仲直りの握手。いいね、よし、これで仲直り。よかったですね。おー、よかった。お互いこうね、言いづらいことを言ったからね。いや、ちょっと指摘しづらいなみたいな。あ、9になるんじゃないこれ。家族レベル、きたきたきた。9になりました。これで終わりか。あ、まだあるね。うん、面白いお店を見つけたんです。何、面白いお店って。あのね、うん、メイクルームって言って、どこでもメイクをしてくれるお店などよ。え、メイクってどういうメイク、お化粧ってこと、それとも毛並み整えるの。うわ、面白そう、行ってみたい。どっちにしよう、面白そうにしようか。挙動不慎太郎たちも行ってみたい、うん、ちょっと見に行く。じゃあメイクルームね。猫の毛に優しい素材を使ってて、うん、はい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 、イメージチェンジをしてくれるらしいんです。え、マジで、そうなの。じゃあメイクルーム行こう。じゃあメイクルーム、猫たちにメイクをすることができるようになりました。へえ、お出かけのメイクルームに行って目の色や、毛皮の色変更。これってさ、あれじゃないの、バナナシェイク使えるんじゃないの。これでメイクルーム、これだな。はいはい、あー、あるじゃん。おい、誰、いきなり誰。おい、ある。おい、どうしたんだよこれ。目も変えられんの。うわうわうわ、あ、オットアイってやつじゃないですかこれ。そういうことだよね。うわ、これにしよう、ちょっと中二感出そう。で、猫変える。で、オットアイと。これ来たんじゃないか。これ来たんじゃないか。これでオッケー。来た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 、うわちょっとこれ奇抜すぎるんで一回戻そうか。これを、ちょっと待って、この子、あ、ミケとかあるんだ。ミケ。あ、ミケはちょっとまだね、買ってないもんね。そっか、足りないんだ。1500必要なんだね。じゃあ一回これ戻すか。はいはいはい。
元に戻せない。